8月17日のところの質問ね。息のコントロール、プラナヤーマは必要ですか？ということですが、まあ、これは例えば、ラガヨガにとっても、あるいは、アートマ・リチャーラにとってもね、修行する人にとって、息のコントロールは必要ですか？という質問だと思ったらいいでしょう。答えですね。息のコントロール、プラナヤーマは、自己に深く沈潜するための一助。ね、に過ぎませんと。ですから自分の思いを見れる肝心ね、できる人にとってはプラナヤマは特別必要ではないんです。で、自分の心を見れない人はプラナヤマ必要で、プラナヤマもきちんとできないっていう人はアーサナが必要で、で、アーサナもきちんとできないっていう人は断食したりなんかいろんなことしなきゃないんだよね。心をコントロールすることによっても同様に沈潜できます。心がコントロールされるとき、息も自動的にコントロールされます。まあ皆さんがね、あまり考え事をしないで心が落ち着いているときには息もまあ比較的安らかだっていうことですね。でも、岩井さんが、まあ、心臓ドキドキしたりって言うと、頭も騒ぐわけですね。逆に頭が騒ぐと、息もドキドキするでしょう。そのように、脳波と呼吸の関係は、まあ、心身一如って言われるけれども、その心身の間に息があるわけですね。この、心一如って言われるけれども、ここにね息が介在しているわけですね。で、この息を沈めると心も静まり、で、大体は体も静まりますが、息が荒々しくなると身体、特に心臓とかドキドキしますし、頭もよからなこと考えたりってなりますから、それでね、直接心を沈めることができない人は、息の観察をしたらいいですよっていう補助手段をね、マスター方は置いてるわけなんです。一助っていうのは補助手段っていう意味ですね。直接体沈めたり、まあ、直接体沈める方法としては座禅がね、形から入りますね。日本のあらゆる修行みたいに形から入りますね。動いちゃいかんっていうようなことでね。それから心を落ち着かせる方法としては、例えば岡田式正座みたいにね、座って、そして意識を頭じゃなく腹に置く、あるいは座禅の丹田を練るとかいう人たちのレベルのもありますようにね、頭が騒ぐならば意識を腹、へそを中心にして腹半の方に置くということで、意識を別なところに向けさせる。まあ、痛い飛んでいけっていうのと一緒なんですよ。腹に意識を置きなさいっていうのはね。頭で考え落としてね、頭が悶々するから、悶々飛んでけって、おへその方に意識を合わせるわけなんですね。ですから、息のコントロール、プラナーヤーマを試みる必要はなくっていうのは、要するに心をね、見つめて心を沈めることができるんなら息も沈まるんだから、わざわざ左の鼻から吸って右から息を出すとかね、とかね、いろんなプラナヤマする必要ないですよって言ってるんですね。心のコントロールで十分です。まあ、その心をコントロールできないって言うんでしょう、皆さん、うん、だったらなんかしなきゃね、それで三呼吸の観察とかね、いいですよっていうわけです。息のコントロール、プラナヤーマは心のコントロールに直接入れない人たちのために進められるだけですって。まあ、これはマハルシから教えてもらうというより、ね、言ったように、ヨーガバスイティの講習会に来る人たち見てて、そういうことなんだなって分かったんですね。
それで、アーサナをして、まあ、ハタヨガプラディピカにもね、書いてあるように、っていうより、ハタヨガプラディピカの構成が、第一章がアーサナで、第二章がプラナーヤーマで、第三章がバンダムドラーで、第四章がラヤ、三枚になってるようにね、体操から入らせてっていうのは、まあ、そのようなレベルの人たちには、インドでも昔から、体のことを、まあ、取り扱って、それから息のことを取り扱って、それから、まあ、心を、に入っていくためにね、プラナーヤーマよりももうちょっと高次なバンダとかムダラとか、で、そこにクリアも入るんですか。そういうことをやって、そして三枚に入るっていう、まあ、段階的な修行法がね、昔から取られてきたっていうことですね。で、もうダメなので、ハタヨガのアサナもできないので、サホダヨガの体操とか、オキヨガの修正体操とか、そういうものが、まあ、はしごとしてまた設けられたんですね。これもダメなので、足の基本体操、手の基本体操とか、だんだん程度を落としていくわけなんですね。それでダメなので、リズム体操とか、音楽流しながらリラクセーションしましょうとかって、まあ、そういうのが文化教室で流行ってるっていう、まあ、それぐらいのレベルなんです。人間っていうのは普通ね。で、それに、著作権があるから、ね、使用料払えとかって、インドのチョウドリー先生とか言うわけですね。自分が何を考えているのかに、幼少時から気づいている人の場合には、体位体操や呼吸法をしなくても、すぐ瞑想行に入れますが、自分の意識、注意、関心がどうしても肉体に向いてしまう人たちの場合には、アーサナをしてプラナーヤマをしないとなかなか瞑想に馴染めないようですって、これは皆さんね、お観察しててそう思ったんです。これも生まれながらの素質というより他はなく、心に興味を持てない人たちに心のコントロール法を指導してみてもほとんど効果はないように思われますって、これはヨガバスリに来てね、短期間でやめていった人たちとか、まあ、アーサナを教えるのをやめるの嫌だとかいう先生たちね、を見ているとそう思いますね。少しだけちょっと閉めておきますか。ですから、体のコントロールに興味ある人はね、体のコントロール、食事とかね、まあ食用、食事療法とかね、体操とかね、まあそういうことを飽きるまでやったらいいと思うんですよ。いろんなことね、やって、もうこれはいいわっていうぐらいやったらいいと思うんですよ。本もね、読みたかったらいろんな本読んでね、テレビも見たかったら見てね、男遊び、女遊びもね、したかったらしてね、卒業していくのが一番賢明なんです。押さえつけたり、まあなんとかやめておこうって我慢してても次また出てきますんでね。ですから、やりたいことはどんどんやっていくのが本当はいいんですが、まあね、年取りすぎるとそうもいかないでしょう。皆さんこれからね、お化粧して男捕まえに行ってもね、捕むのを金魚すくいと一緒で難しいでしょうしね。まあ持ち越された分はね、それは次っていうことになるだろうと思います。ですから、次発言するので、次修行がもっと進むんだって思わないで、本音でね、残している分が次の最短の原動力。